ケンティッシュタウン駅は、カムデンロンドン特別区ケンティッシュタウンにある、ロンドン地下鉄とナショナルレールの駅である。当駅は、ケンティッシュタウンロードとレートンロードの交差点にあり、トラベルカードゾーン2に含まれる。当駅には、ノーザン線ハイバーネット支線と、ナショナルレールのミッドランド本線が通っており、当駅に停車するナショナルレールの列車は、テムズリンクによって運行されている。ノーザン線では、 カムデンタウン駅とタフネルパーク駅の間、ミッドランド本線では、ウエストハムステッド・テムズリンク駅とセント・パンクラス駅の間にある。ノーザン線・ハイワーネット支線では唯一ナショナルレールと直接乗り換えができる駅である。ノースロンドン線のケンティッシュタウン・ウエスト駅と、オイスターカード利用で乗り継いだ場合は、運賃が通算される。当駅には地上に4線、地下に2線がある。 ナショナルレールの列車は、テムズリンクによって運転され、北港はルートンへ、南港は、セントパンクラス、ブラックフライアーズ経由で、サットン、オーピントン、セブノークスへ運転される。ノッティンガム、シェフィールド、レスターからのイーストミッドランドをトレインズの、速達列車は当駅を通過する。ナショナルレール、ロンドン地下鉄の駅ともに改札口が設置されている。 1955年撮影の駅舎ナショナルレールのホーム当たり駅は1868年ミッドランド鉄道がセントパンクラスまで延伸した際に開業した。この新線が開業する以前ミッドランド鉄道の列車はロンドンノースウェースタン鉄道に乗り入れてユーストンまたはグレートノーザン鉄道に乗り入れてキングスクロスまで運転されていた。セントパンクラス延伸から しばらくの間、一部の列車は当駅で、機関車を複数式蒸気機関車に付け替え、ムーンアゲートまで運転されていた。当駅の北には、ミッドランド鉄道で2番目の規模を持つ車両工場が設置されていた。1861年には、駅近くの引き込み線で、脱線事故が発生し、16名が死亡、317名が負傷している。1860年に、 ノースロンドン線の別の駅が、ケンティッシュタウンとして開業していたが、1867年に、ゴスペルオーク駅に改名されている。1878年5月から1880年9月まで、メトロポリタン鉄道のスーパーアウターサークルと呼ばれる、セントパンクラス駅、アールズコート駅、クリックルート駅、サウス、アクトン駅を通る列車が当駅を経由していた。 本線鉄道の駅は1983年に改築され、開業時から駅施設は完全に取り壊された。ノーザン線北港ホームロンドン地下鉄の駅は1907年6月22日にノーザン線の原型であるチャリングクロスユーストンハムステッド鉄道によって開業した。駅舎はレスリーグリーン設計による赤い釉薬をかけたテラコッタブロックで表面が飾られ、 大きな半円形の窓が上階に設けられたロンドン地下電気鉄道参加の3社、チャリングクロスユーストンハムステッド鉄道、ベーカーストリートウォータールー鉄道及びグレート、ノーザンピカデリーブロンプトン鉄道の標準的な設計によるものである。当駅が開業した際、隣にはサウスケンティッシュタウン駅があったが、利用客数の低迷により1924年に、 廃止されている。当駅にはバーキングからゴスペル奥への支線が乗り入れていたが、1981年に廃止され、線の後は売却されているスーパーアウターサークルの地図。当駅を経由しているファーストキャピタルコネクトのテムズリンク南行列車として運用され、当駅に停車する319,372編成。 テムズ川南岸のテムズリンクの路線が延伸し、2018年以降あたり駅に乗り入れるとされている。2009年3月に、ブラックフライアーズ駅の折り返し用ホームが閉鎖された、後、同駅で折り返していた、サウスイースタンの列車一部が後駅、セントアルバンス、ベッドフォードまたは、ルートンまで運転されるようになった。2018年完成予定で、 テムズリンク全体の改修工事が進んでいるが、当駅の最大有効調は、駅両側の陸橋の制約から8両のままで残る。ため、9両以上の列車は当駅を通過することになっている。テムズ川北岸のテムズリンクの駅で8両対応のままで残るのは、ヘンドン駅、クリックルート駅と当駅のみとなる。ロンドンバス134、214、393、C2、 深夜バス N20 が当駅を経由する。ありがとうございます。